します。あのいよいよ今週になりましたが、はい、どうですかチームの雰囲気などは。そうですね、もう最後4点差で勝たないといけないんで、もう本当に攻撃的に戦おうという気持ちでみんな練習は臨んでます。あのでも戦術とかは言えないことも多くあると思うんですが、この4点取らなきゃいけないってところで逆にこのチームの中でやるべきことっていうのはすごい明確になったんじゃないですか。そうですね、まあ、ただ、まあ、自分たちが今までやってきた戦い方っていうのを継続しつつ前の隙っていうのを狙っていこうっていうのは監督も話してたので、そうですね、まずは自分たちのやるべきサッカーっていうのをやりたいなと思ってます。あの長い J リーグの歴史でこの一番政治性で最終戦でこの決定するっていうのが初めてなんですけど。ああ、そうなんですか。それやそこの舞台に立つっていうのはどう思われますか。まあ、条件付きではありますけど、自分たちの力で優勝できるっていうところにいると思うので、まあ、それにまずは幸せを感じながら、まあ、ただ絶対優勝したいって気持ちはあるので4点差つけて勝って優勝したいなって思ってます。あの今日も非公開になりましたが多くのファンの方来てもらってますが、またこの1年であの平均のお客さんも3万人超えって大台を達成したところで、はい、何かまたサポーターの方へ感じる思いというのは何か募りましたか。まあ、本当にいつも力をもらってますし、まあ、今年に限ってはアウェーで8連戦というのがあったの中でたくさんのお客さんサポーターの方が駆けつけてくれて力をくれたので、よりやっぱりサポーターとの距離も近くなったと思いますし、一緒に戦ってるっていう気持ちで今年はやれたので、まあ、本当に最後は結果で恩返ししたいと思ってます。あのこの前もちょっとお客さんにいろいろお話聞くと、今年初めて来ましたっていうお客さんや非常に子どもたちのお客さんっていうのが非常に増えたっていう声があったんですけど、はい、その辺何かなんかちょっとお客さんの層が変わったなっていう感じとかって感じますか。そうですね、もう小平グラウンドに来てくれるサポーターの方も初めて来ましたっていう方がたくさんいましたし、まあ、J リーグの中で東京っていうチームが少しずつこう注目度が上がってきてるっていうのはすごく嬉しく思いますし、まあ、東京がやっぱ J リーグで一番首都なんでやっぱ強くありたいなっていうふうな思いでプレーしてます。あの先ほどもちょっとお伝えしましたが、まあ、この最終戦で決まるっていうところで、この四半世紀ある J リーグの歴史で、まあ、歴史に残る試合っていうところになると思うんですけど、そういった意味でいかがですか。まあ、4点差つけて勝った自分たちの姿を想像するとすごいワクワクしますし、まあ、歴史を変えるっていう意味でもすごい面白いゲームになるのかなっていうふうに思うので楽しみです。どうですか、今年はいろいろ日本代表ももう定着して非常に経験もいろいろ積まれた中で、またチームでこうして活躍されてっていうのはいかがですか。まあ、今年は自分の中ですごく大きな変化があった年で、すごい充実もしてますし成長も感じますし、まあ、ただチームでやっぱり最後優勝したいって気持ちが一番強いので、その優勝に貢献したいなと思います。